ウボ世界バンタム級タイトルマッチ。ボクシングのウボ世界バンタム級タイトルマッチ。8月1日、フィリピン、セブ市、セブシティ、ウォーターフロント、ホテル&カジノで行われました。挑戦者で同級5くらいの亀田和武、亀田、が、3-0 の判定で、王者のパウルス、アンブンダ、ナミビア、を破り、世界初となるの3兄弟世界王者を達成した。スコアは 118-110-116-112-117-111 と大差で亀田判定。新王者亀田和武はリング上で、これが俺の夢やったし、あと親父の夢やったので達成できて本当に嬉しいです。このベルトは今まで支えてくれた親父にあげたい、とコメントしました。通算戦績は28戦28勝、18KO。